こんにちは、ウェルビーイング池上です。今回は弊社ウェルビーイング株式会社公式ウェブサイトの有料会員ページに関する説明をさせていただきます。で、まずはじめに簡単に私の自己紹介をさせてください。私の名前は池上秀幸、京都府亀岡市出身で1993年12月27日生まれのマラソンランナーです。オンライン講座を主に販売してるんですが、そうなると池上秀幸って本当に存在するんですかというようなことを思われることが多いわけですね。で、そこでまあ簡単にですけど、まあ本当に存在するんですよみたいなことで、Google で出てくる記事をいくつかお見せしたいなというふうに思います。まあこれ大阪マラソンの招待選手のページです。で、まあ大阪マラソンの招待選手のページをこうやって見ていくと、中本健太郎さんがいて、田中明日香さんがいて、池上秀幸っていうのがちゃんといますよと。まあマラソンの自己ベストは2時間13分41秒。まあ、これ大阪マラソンで出した自己ベストです。まあ、ちなみにそれ以外の種目でいうとハーフマラソンは63分9秒、30キロは1時間31分53秒という記録を持っています。まあ、こうやって池上秀幸、川内優輝なんかで、検索したらニュースで出てきます。川内優輝に干渉した無名の国立大帰宅部ランナーを直撃とかって言って、これ大学時代の話ですけど、こうやって、ネットで検索すると1月12日に行われた谷川周りハーフマラソンで優勝間違いなしと見られていた最速公務員川内優輝に1分8秒もの大差をつけて優勝したのは無名の国立大学生、京都教育大学2年の池上秀幸だったみたいな感じでちゃんと私の名前が出ています。まあ、ちなみに桐生義秀の2年先輩にあたるということなんかも書かれています。まあ、そんなわけで、私のこと知らない人がほとんどだと思いますので、まあ、簡単にこう自己紹介というか、自己紹介というほどでもないんですけど、ちゃんと池上秀幸という人間は存在するんですよというところから始めさせてください。やっぱり情けない話、まだまだ詐欺なんじゃないですかみたいなことをよく言われるので、念のために説明させてください。で、ウェルビーイング株式会社公式ウェブサイトで、主要な検索エンジンで検索していただくと、うちの会社の公式ウェブサイトが一番上に出てきます。まあ、ウェルビーイング株式会社っていう名前の会社結構多くて、まあ、主にまあこういうセラピスト支援とか体の治療系とか介護関係の会社が多いんですけど、だけどウェルビーイング株式会社公式ウェブサイトで検索していただければ、近畿アスレティックス所属のプロランナー池上秀幸が提供する結果にコミットするランナー、セールスパーソン、起業家のための日本一の学びの場というのが主要な検索サイトでは一番上に出てきます。で、これをクリックしていただくと、まあこういうふうにホームページが出てきて、で、ウェルビーイング株式会社が公式ウェブサイト日本一の学び場にようこそというページが出てきます。で、こう上にバーッとメニューが並んでいて、まあ普段はブログがメインになっています。普通ブログっていうとマーケティングのために書くんですよね。マーケティングのためにブログを書いて、そこから有料会員を募るみたいなことを普通はやります。で、当然私の会社でも、まあそういうこと全くやってないわけではないんですが、一つの特徴としては、意外とブログの方が難しいこと書いてたりします。で、それはなんでブログの方が難しいこと書いてるかっていうと、無料だからです。変な話ですけど、無料で情報発信してるから、わからなくてもいいやっていう発想なんですよね。読んでる人がわからなくても、まあ、もしくは言ってることはわかるんだけど何の役にも立たなかったとしても別に無料だからいいやっていう発想です。で、一方でこの商品ページとか有料会員ページのコンテンツはどうなってるかっていうと、そのコンセプトとしては皆さんの人生を変えるためのコンテンツっていうものを販売しています。まあ、こうやってこういろんなコンテンツがバーッと並んでるんですけど、まあこの辺なんか全部ランナー向けの集中講義になっていきます。で、そのランナー向けの集中講義っていうのは、大きく分ければ、走るの速くなりたいっていうのと、疲労の回復を速くしたいっていうのと、綺麗に走りたいっていうのと、それからリカバリーを速くしたいっていうのと、それからスポーツ心理学に学びたいっていうのと、そのぐらいに大きく分けることができると思うんですが、まあそういうのなんかで言うと、実際にこの講義を受講して、速くなってもらう、走るの速くなってもらうっていうところが、最終的なゴールになってくるので、あんまりこう理論的なことばっかり、難しいことばっかり言われても、それで見た人がじゃあ実際どうやったら練習したらいいんですかっていうのが分からなかったらあんまり意味ないですよね。だからそういうことも踏まえて、こう皆さんの目標達成をするっていうところをサポートするようなコンテンツっていうものを作っています。まあそのものズバリのところで言うと、目標達成するのには訳があるっていう心理のコンテンツなんかが販売されています。で、電子書籍に関しては1000円台のものを
しか置いてないんですが、もう動画のコンテンツに関しては1万円から3万円までの価格帯に設定してあります。で、一番短いやつで90分、一番長いやつだと13時間ぐらいあります。で、それで1万円から3万円で価格設定をして販売をしています。これが弊社の主な販売商品になります。で、この辺のコンテンツっていうのはさすがにお金を出して購入していただくので、分からなくてもいいやという感じでは一切解説していません。むしろ日常生活とか普段の練習で役に立つような内容っていうものを中心に情報発信をしています。で、実際にウェルビーイングオンラインスクールを受講して、一番成果出している子だったら 5000m がたった1年で17分からもう今15分半ぐらいでは走ると思いますけど、まあ、1年で1分半ぐらいタイム短縮しています。まあ、特徴としてはまんべんなく受講生の方いらっしゃるんですけど、でもその他のコンテンツと比べて圧倒的に多い特徴っていうのはエリート市民ランナーの方の受講生が多いっていうことです。普通なんかもう市民ランナーの方でもサブ3とかすると、いやもう自分サブ3なんでいいですみたいな、私もうマラソンのこと分かってるんでみたいな感じの人が多いと思うんですけど、ただうちの受講生っていうのは基本的にはマラソン3時間切ってる人とか、まあ、もしくはこれからサブ3をしたい、まあ、これからサブ3をしたいっていう人が一番層として多いですかね。これからサブ3をしたい、もしくは 5000m15 分台走りたいみたいな層が一番多いです。まあ、もちろんそのサブ4したいですみたいな人もいらっしゃいますし、それから上の方で行くと箱根駅伝走りたいですとか、全国都道府県対抗男子駅伝出場したいですみたいな人も受講してくださってます。で、有料会員ページはどうなってるかっていうと、これはそれぞれ自分の学びたいものを単品で販売してるんですね。例えばこう体調管理マスタープログラムとかだったら、これ内容を見ていくと、まあ、社名にもなっているウェルビーイングを実現するためのコンテンツなんですね。ウェルビーイングっていうのは単純に病気でもない健康でもないっていうその消極的な意味での健康ではなくて、心身ともに体の状態がいいと、知的パフォーマンスも高いし、体の回復も早いし、集中できるし、てか、人に優しくしようと思うとやっぱり強さがいりますよね。よく言われるのは、自分も寒い、相手も寒い、そんな中で相手に上着を貸してあげられるかと。だから優しいっていうのは強さが求められるんだよってこと言われますけど、だからそれなんかも、やっぱり人間の意志っていうのは体のコンディションにある程度はこう、基づいてるので、ある程度左右されるので、まあそういった思いやりみたいな、まあ、忍耐とかね、そういうところも含めて、自分の最高の状態を実現させるための学習コンテンツになってます。で、これなんか中身を見ていくと、第1回が体調管理とは何か、ホメオスターシスの話で、42分で、第2回はミトコンドリア DNA 細胞の話で64分で、第3回は飲み物食べ物睡眠の話で95分、第4回が LLT の話27分20秒で、番外編の第1回が心身の廉価について90分。番外編の第2回がセックスについて39分9秒ということで、総再生時間6時間あるんですが、ただこれなんかはランナー向けのコンテンツとは言えないですよね。実際に受講してくださる方はランナーさんが多いんですが、だけどこれは実際本来私としてはランナーさんだけではなくて、いろんな人に受講してほしい、人間で日本語わかる人には全員受講してほしいぐらいのコンテンツです。もちろんその他にもこういう情報っていっぱい学べる環境っていうのありますから、他で学んでいる方はもういいかもしれないんですけど、まだ一回もそういうことを勉強したことないですっていう人は、ぜひ全員学んでほしいぐらいのコンテンツです。で、こういうふうにその商品ページでは単品購入っていうのが可能なんですね。で、なんで単品購入が可能になってるかっていうと、まあ、それぞれニーズとか、悩んでることって違うからなんですよね。だから別にランナーさんじゃなくても、ピンポイントで体調管理マスタープログラムだけ勉強したいですみたいな人がいても、全然いいので、そういうふうにしています。じゃあ、その有料会員のページはどうなってるかっていうことなんですが、有料会員の方は、この商品ページで販売しているすべてのコンテンツが、見放題になっています。ページ開くとプロモーションビデオが流れてます。はい、まあこんな感じで、プロモーションビデオが流れるんですが、まあ、これ下を見ていくと、まずPDF の資料があります。で、この PDF の資料っていうのは、こうトレーニングプログラムビルダーってありますよね。で、こうずっと下を見ていくと、まあ、いろんなコンテンツがあるんですが、
いろんなコンテンツがある中で、トレーニングプログラムビルダーっていうコンテンツがあります。ここにありました。で、このトレーニングプログラムビルダーっていうのは、自分にとって適切な練習プログラムを立てられるようになるための知識を学ぶコンテンツです。適切な練習計画を立てるってものすごく大切なことで、よくあるのは、本とか、まあ、冊子とか雑誌とか何でもいいんですけど、サブ4のための練習とかって言って、これをやればあなたもサブ4できるみたいなこと書いてあるんですけど、いや、私からすると、いや、そんなほんまかよって思うわけですよ。そんな2時間10分切るための練習のやり方だっていろいろあるのに、そんなこれやったらサブ4できますって、それ人によるだろうっていつも心の中で突っ込んでるんですけど、人間である以上は原理原則っていうのは全員同じです。私だけチーターですとか、それだったらば話は別ですけど、人間である以上はトレーニングの原理原則っていうのは全員一緒です。ただし、その中でも、やっぱり一人一人体っていうのは若干違います。体もそうだし、心も性格も違います。そういう中で、自分に適したトレーニングのプログラムを作るための知識っていうものをお伝えしています。ですから、この講義を受講すると、自分で自分の適切なトレーニングプログラムを作れるようになるので、コーチがいらなくなると。いうような講義内容になっています。ただし最終的には自分で考えてくださいねっていうことにはなるんですが、だけどそれは当然で、自分で考えないと私がこれやってくださいって言ったってちょっと無理がありますよね。付きっきりで練習見ないといけなくなるんで、だったらパーソナルコーチってことになるとすごいお金かかっちゃいますよね。だからこういうふうにして価格を抑えるっていうようなことをしています。で、このトレーニングプログラムビルダーは2時間の動画を中心としながらも資料があるんですね。でそれがここの資料です。で、これ PDF でダウンロードしていただいて、でこれワークシートもあって、このワークシートを埋めていけば、勝手にっていうことはないですけど、自分で考えないといけないんですけど、だけどワークシートを、その質問に沿ってワークシートを埋めていけば、適切なトレーニングプログラムっていうのが立てられるようになっている講義です。で、その下、動画もたくさんあって、私自身も何本アップしているのか、自分でよく分かってません。多分40以上、50未満、いや、50本超えてるぐらいかな。50本超えてるぐらいだと思いますけど。で、動画の1本の長さはかなり幅があって、一番短いやつだと10分程度だと思います。で、一番長いやつだと2時間ぐらいだというふうに思います。で、どういうコンテンツを扱ってるかっていうと、大きく分けると3本柱で、1つ目はトレーニングです。やっぱりトレーニングっていうものについてちゃんと理解して適切な練習計画を立てることができなければ速くなるのは難しいんですね。で、なんか最近よく言われるのは効率のいい練習とかって言ってなんかやたらと走る距離少ないのが効率いいみたいに思われてるんですけど、全然そんなことはないです。むしろ走る距離が少ないのに、極端に少ないのに質の高い練習だけやって速くなろうとするのは効率が悪いです。なんでかっていうと質の高い練習すると体に負荷がかかりますよね。だけど普段走ってない人ほど一生懸命走ったら体が疲れるじゃないですか。で、当然普段やってないから精神的にもきついですよね。で、普段やってないから怪我する可能性高いですよね。で、普段やってないからオーバートレーニングになる可能性高いですよね。だから週間走行距離が低くて、なんか質の高い練習だけやってタイム出して私の練習効率がいいですみたいなこと言ってる人いますけど、そういうもんでもないんですよ。で、じゃあ質より量が大切なんですかって言うと、ひたすら量を増やしていけばいいのかっていうと、これもまたそんな簡単なもんでもないです。だからトレーニングって、結構多角的な視点から捉えていろんな要素っていうのを組み合わせていかないと自分に合った練習計画っていうのを立てることはできないんですね。だからそれをまず学ぶと、学ばないといくら頑張っても速くなれないので、初めの方っていうのはやったらやっただけついてくるっていうのも事実なんですが、やっぱり同じ時間と労力かけるんだったら効率よく速くなりたいですよね。だからその適切な練習計画を立てられるようになるためにいろんな観点からトレーニングについて解説しますよというのがまず第一つです。これがトレーニングです。で、それから2つ目の要素としてはリカバリー戦略です。で、リカバリー戦略っていうのはどういうものがあるかっていうと、栄養と睡眠が核にはなってくるんですが、例えばこうやって見ていくと、これに関してはリカバリー概論ということで、要するにリカバリーってそもそも何ですか、リカバリーを定義してくださいっていうところですよね。私がリカバリーってこういうもんですよってこう定義してるんですけど、私が定義してるっていうか、別に私が一から定義したわけではないんですよ。その先人たちの考えの中でね、
リカバリーというものを定義しています。それから栄養というものも細かく見ていくことができますよね。これは糖質摂取戦略、これは抗酸化と抗炎症の話、から脂質の話、タンパク質アミノ酸の話、それからろ過房の話、とはサプリメントの話、水分摂取の話、まあ、ここからは睡眠の話とか、あるいは温冷療法とか冷却療法っていうような、そんな自分でできるような体の手入れの仕方もありますよね。それからセルフマッサージのやり方とか、あるいは超越瞑想がリカバリーを促進するっていうのはもう科学的に証明されていて、その超越瞑想についても触れています。それからヨガとかキネティックストレッチの話とか、こういうものをコンテンツとして挙げています。で、なんで3本柱のうちの2つ目がリカバリー戦略かっていうと、レース結果っていうのはトレーニングで決まらないんですよ。レース結果っていうのはトレーニングで決まるんじゃなくて、レース結果っていうのはトレーニング刺激に対する適用によって決まります。トレーニングっていうのは基本的に体を壊す作業なんですね。体を危険にさらすことによって、細胞がその DNA の中から長距離を走るのに必要な情報を引っ張り出してくるように刺激をかけます。ただしそれだけでは不十分で、体が回復して、でもっと言うと体が回復するだけでも不十分で、体が回復してさらに適応して、適応っていうのはトレーニングする前よりも強くなる、もしくは適してるという言い方の方が正しいと思います。その強い弱いっていうのは人間が勝手に決めてる概念ですけど、だからトレーニングに対して適した体になっていくってことですよね。かけた負荷に耐えられるような、あるいはかけた負荷を効率よくこなせるような、そういうそのトレーニング刺激に対して適した体になっていく、これを生理学の用語で適応っていうふうに言います。今世界で最も成功しているマラソンのコーチ、長距離の指導しているコーチで、イタリア人コーチのレナート・カーノーバっていう方がいるんですが、この方も明らかに言ってます。 What is training? Training is the answer of proposal of training っていうふうに言ってるんですね。要するにトレーニングっていうのは練習に対する提案であると。で、実は提案であるだけではなくて、その提案に対する答えなんだっていうふうに言ってます。これどういう文脈で言ってるかっていうと、トップランナーが1キロ5分ペースでどんだけ長く走っても速くなりませんよっていうことを言ってるんですね。なんでかっていうと、1キロ5分ペースで30キロ走ろうが40キロ走ろうが、それは体に対して何も提案してませんよね。何も疲れないんで、提案になってませんよね。じゃあ、負荷をかければかけるほど強くなるんですか？俺もそうじゃないですよと。なんでかっていうと、体に対して提案しますと。例えば、マラソンで速くなりたいんだったら、30キロとか40キロを速いペースで走るという提案をします。だけど、提案しただけでは速くなりません。提案して、提案に対する答えがレース結果なんだって。だから、リカバリーがものすごく重要だっていうふうに、レナート・カーノバは言ってるんですね。ここだけ切り取って、レナート・カーノバの考えを理解しないようにはしてください。これはあくまでも断片的な彼の言葉なので。だから、その3本柱の、この有料会員ページの3本柱の2つ目は、リカバリーです。最後の3本目は何なんですかっていうと、これは人間がやることなんで、心理です。人間の心理っていうものが絡んできます。これはもう、本当難しいところなんですけど、やっぱり形の上で同じようにやってても、成果の出る人、成果の出ない人ってのはやっぱはっきり分かれます。で、そこには人間の心理っていうものがこう絡んでくるので、この人間の心理とか、その信念体系とか潜在意識の役割、働きみたいなところを理解していかないと、なかなかその練習頑張って、普段の日常生活でもリカバリーしっかりやってますって言うだけで強くなるかっていうと、そうでもないんですね。で、じゃあ人間のパフォーマンスを上げるってことを考えたときに、心理がどのように影響していくのかっていうことですけど、これはもう主に潜在意識の働きによって変わってきます。だって速く走りたいと思ってるのに速く走れませんっていう人いっぱいいますよね。それは当然で、体っていうのは物理の法則に従ってるんで、エリュード・キプチョゲに憧れて、エリュード・キプチョゲみたいになりたいって思ったら、明日エリュード・キプチョゲになれるかっていうと、そんなことはないですよね。ただし、常に覚えていただきたいのは、人間っていうのはかなり潜在意識にコントロールされてるっていうことです。例えばですけど、単純な話で、今私こうやって一生懸命有料会員ページの説明してますけど、その時、心臓を動かすの忘れてましたとか、息するの忘れてましたってことは一切ないわけですよね。一生懸命やりすぎて、
呼吸するの忘れてましたとか、心臓動かすの忘れてましたとか、あるいは一生懸命説明しすぎて血糖値コントロールするの忘れてましたとか、そういうことは一切ないわけですよ。でそれって全部潜在意識がやってくれてるんですよ。で人間の潜在意識っていうのはすごい大きな力があって、人間っていうのはやっぱり自分ができるという信念を持っていると成功する確率は上がるんですよね。これ長嶋茂雄さんとか新庄剛志さんとか見ててもそう同意してもらえると思うんですけど、やっぱりチャンスに強い人っていうのはいいイメージを作ってこう普段から取り組んでる人が多いですよね。で、こういった人間の心理がパフォーマンスに与える影響っていうのは主に冷戦時代に大きく発展しました。でそれは何でかっていうと、科学とかもそうだし、科学とか宇宙開発とか、オリンピックとか軍事とか、全ての面で東西が対立して、東側は西側に勝とうとしたし、西側は東側に勝とうとしましたよね。そんな中でどうやって人間のパフォーマンスを上げていくのかっていう、その研究の一部としてやっぱり心理学っていうのが大きく取り上げられました。でそれによって何人か そのスポーツ選手なんかもソ連の研究チームが来て、いろいろ脳波にいろんな脳波計つけられて、でなんか血圧とか脈拍とかいろんなものを測定されて、でそれでバーベル持ち上げろって言われて持ち上げて、でそれで、どんどんバーベルを重くしていって、もうこれ以上は持ち上げられませんみたいな重さにしたんですね。それで持ち上げようと思ったら全く上がらなかったと。ところがそこでそのソ連の心理学のアドバイザーっていうのが出てきて、いろんなことを指示してリラックス状態に導いて、でその脳波がある状態に行った時に、じゃあこのバーベルを持ち上がってる様子をありありとイメージしてください、自分がバーベルをあたかも持ち上げているようなイメージっていうのを作ってくださいって、では作れましたと。で脳波もあるパフォーマンスが最大限に発揮できる値を示していると。でそこで目を上げてくださいって言って目を開けて持ち上げたらバーベルが上がったんですね。でその人は自分のパフォーマンスを最高状態に発揮できるところに持ってったんで、その日は興奮しすぎて夜も眠れなかったっていう、そんな話も残ってるんですが、まあそういうのは置いといて、軍事でも科学でもあるいは企業においてもこういったパフォーマンスを最高に発揮する研究っていうのが第二次世界大戦終わってからずっと研究され続けてきています。当然現在も研究されてきてるでしょうけど、ただやっぱり人間は人間なんで、時代が変わったところでそう大きく変わるものではありません。今後いくつかアップデートしていく部分っていうのはもしかしたらあるかもしれません。私自身もずっと研究を続けてるので、今後アップデートする可能性は大いにあります。ただし基本的な部分に関しては一切変わらないと思います。人間っていうのは何年経ってもそんな大きく変わるもんじゃないので。でだからその中身を見ていくと、例えば、まあ、目標設定なんかもありますけど、コンフォートゾーンとかエフィカシーとか、I×V イコール R の話とか、アファメーションとかビジュアライゼーションテクニックとか、潜在意識に関するものがほとんどです。で、ここなんかズバリ無意識の力の使い方とか書いてますよね。想像力の高め方とか、これも潜在意識に関わってくることです。それから瞑想も潜在意識を活用する一つの技術です。自我の話なんかもそうですよね。自分をどういうふうに定義してますか。その潜在意識に入っている自己イメージに人間っていうのは近づいていこうとする性質がありますよ、みたいな話です。まあ脳波管理術っていうのは、脳波系は私自身も実際に使ったことは一度もありません。ただその知識として人間はこういう心理状態の時にこういう脳波になってますよ、みたいなことを説明してます。であとはその潜在意識と並んで重要なのがモチベーションと集中力ですよね。で、モチベーションっていうのは細分化するとやっぱり一言でやる気っていうけど、いろんなやる気があります。それはだって俺はマラソン2時間6分で走って世の中の人たちに元気を与えるんだっていうモチベーションと、だから俺はマラソン2時間6分台で走って女の子からモテるんだ、もしくは好きな女の子の気を引くんだっていうのとでは、同じ、それはモチベーションかもしれないけれど、モチベーションの種類がちょっと違いますよね。もしくは俺はマラソンで2時間6分台で走らないと恩師に怒られるとか、コーチに怒られるとか、これも明らかにモチベーションの一つだけど、モチベーションとして種類が違いますよね。
だからそのモチベーションっていうのも厳密に言えばいろんな種類があるわけですけど、そんないろいくつか種類があるモチベーションの中でどういうモチベーションを維持すれば自分のパフォーマンスが上がるんですかみたいなことを解説しています。それから目標を達成するのには訳があるって、これ集中力を向ける方法だというふうに考えてください。あの人間の集中力っていうのは有限なんですね。だから体調管理マスタープログラムなんかでも集中力を高い集中力を維持する方法っていうのを解説してますけど、だけどその裏側には集中力は有限だっていう大前提があります。集中力は有限だから体調をしっかり整えないと高い集中力って発揮できないんですよ。じゃあどんなに疲れてても気合を入れれば集中できますみたいなことは絶対ないんですよね。でその高い集中力を発揮するっていうのを体調の方から考えましょうっていうのが体調管理マスタープログラムだとすれば、目標達成するのには訳があるっていうのは高い集中力を発揮するために心の方から考えていきましょうっていうのが目標達成するのには訳があるっていうテーマです。そういったわけで、だいたいこのトレーニング、リカバリー戦略、そして心理っていうのが、この有料会員コンテンツの3本柱になります。で、いろんなコンテンツがあるんですが、そのすべての3コンテンツっていうのは、この3つの要素を達成するための手段に過ぎないというふうに思ってください。だからいろいろ切り口を変えて解説してるんですよね。例えばこの中長距離トレーニングのイロハでは純粋概念としてのトレーニングについて解説しています。要するに 100% 純粋なトレーニングの理論を解説しています。でこれ1500m からマラソン、10代からマスターズ、男性、女性、市民ランナーから世界記録保持者まで全ての人に通用するトレーニングの純粋形態としての理論を解説しています。で、これが分かってるのと分かってないのとでは、実際トレーニング、プログラム作るにしても全然変わってきます。ただし、市民ランナーから世界記録保持者まで通用するトレーニングの理論ってそれ何ですかでしょう。あまりにも大雑把ですよね。だからそのあまりにも大雑把だから、これを理解してる必要はあるんだけど、実際これだけ勉強したら自分のトレーニングプログラム立てられますかって言われると、ちょっと微妙なんですよね。勘のいい人はできるかもしれないけれど、普通の人はちょっと厳しいかなというふうに思います。普通の人はっていう言い方が偉そうに聞こえるんだったら、例えばですけど、私の高校時代、大学時代、この話を聞いて、じゃあ自分に合ったトレーニング作れるかって言われたら、おそらく経験が不足していてできなかったというふうに思います。今私26歳ですけど、10年ぐらい経ったら今の26歳の私を振り返って、あの時の自分って分かってなかったなって思うかもしれないですよね。分かってなかったなっていうか、理論的には分かってるけど経験が少なくてちょっと無理だよねみたいなこと言うかもしれないですよね。で、それだけだとどうしても厳しいから、トレーニングプログラムビルダーっていうのを作ってます。じゃあこの理論の部分はこれで分かったと、理論の部分は分かるんだけど、だけど実際にどういうトレーニングプログラム作ったらいいんですかっていうのが、このトレーニングプログラムビルダーの内容です。で、このトレーニングプログラムビルダーに関しても、ある程度はプラン、ドゥ、チェック、アクションの PDCA サイクルを回していく必要はあります。要するにこのトレーニングプログラムビルダーで学んだことを活かして練習計画を立てます。そしてやってみます。やってみて確認します。で、確認したら修正します。このサイクルを回していくことは重要なんですが、それにしたって、とりあえずワークシートを埋めれば、自分に合ったトレーニング、適切なトレーニングプログラムを作れるようにできてます。で、マラソン師から学ぶマラソントレーニングみたいなのもあって、これは先人たちのからマラソンを学びましょうと。断言しますけど、自分の経験だけでマラソンやってる人と、先人たちの知恵も生かしてマラソンやってる人と、どう考えても先人たちの知恵を生かして、マラソントレーニングやる方が結果結びつきます。私みたいな、凡人でも多分蒼さんとか中山さんとか瀬古さんのタイムに近づくこと、もしくはそのタイムを超えていくことっていうのはそんなに難しくないんですよ。それはなんで難しくないって言えるかっていうと、だって瀬古さん、蒼さん、中山さんの時代の人がやってきたことを今の私は自分のトレーニングに活かせるからです。蒼さんの時代なんかは本当に周りにマラソントレーニングを確立してた人っていうのがほとんどいなくて、時代っていうのは練習では40キロは走らないみたいな、で30キロ走をやるにしても1時間45分とか、そのゆっくりのペースの30キロ走だけやってマラソン出てるのが普通だったらしいです。それを蒼さんがいくらなんでもそれでレース出るのは厳しいだろうということで、いろいろ試していってマラソントレーニングっていうのを作ってるんですよね。で、私の場合はその蒼さんが前の時代の人の受けて改善していったものを受けて、さらに改善していくことができますよね。
だから例えば総さんと私が同じような自己ベストを出したときに総さんに並んだねすごいねっていう人いるかもしれないですけど、それはもう全然そんなことなくて、別にそのタイム的に総さんに並んだとしても明らかに偉大なのは総さんの方なんですよね。それは中山さんとかに対しても言えることだというふうに思います。だからそのぐらい先人たちの知恵を借りてマラソンやるっていうのはアドバンテージが大きいんですよ。でそれは当然総さんたちだってその前の時代の人たちの影響を受けてるわけですよね。だってそんなこと言ったら瀬古さんだって活躍してたのは1980年代かもしれないですけど、だけど中村清先生っていうその指導者が大東亜戦争の前から選手としてやってた人がいろんな人の話を聞いたりとかして、その内容っていうのを瀬古さんのトレーニングに導入するとか、あるいはその瀬古さんにいろんなことを教えていって、で瀬古さんもそれを受けて現役のやってた時は自分で練習メニュー作ってたと思うんですよね。だけどそれだって一から瀬古さんが作ってたわけじゃなくて、きっとそこには先人たちの知恵が瀬古さんが意識してたかしてなかったかに関わらず入ってるはずなんですよ。だからそういうマラソンの歴史の中から自分のマラソントレーニングを考えていきましょうっていうのがこのタイトルです。まあだからこういうふうにして切り口を変えていろんな角度から、もしくはいろんな抽象度の段階から説明してるんですけど、だけど解説してるのはトレーニング、リカバリー戦略、心理、この3本柱です。でそれに加えて私だけが喋っててもしょうがないので、私の考えはもちろんその先人たちのいろんな知恵を元に喋ってるわけなんですけど、でそれにしたって私自身の考え方ですよね、最終的に喋るときには。だからそれだけだと不十分だから、いろんな人を呼んでコラボコンテンツも作っています。これは大久保恵里さんっていう市民ランナー時代に2時間36分で大田原マラソン優勝したして後にプロのランナーになって東京マラソンでも2時間26分台出す人なんですけど、その方に市民ランナー時代のトレーニングとか仕事との兼ね合いとか体重管理とかいろんなものを振り返って皆さんにお伝えしていただいてます。それからこれはインカレチャンピオンから学ぶ走り方の極意ってことで、元 3000m 障害学生日本記録保持者でインカレチャンピオンです。それから日本選手権で2番に入ってアジア選手権の日本代表にもなってる方です。で中距離の選手、特にこの中村舞子さんっていう方は中距離メインでやってたんですけど、すごい走る距離少ないんですよね。すごい走る距離少ないんだけど、その中で結果を出していくっていうのはやっぱりこの秘密があってですね、やっぱサーキットトレーニングとか動き作りとかそういうものにすごく時間を割いてた方なんですよ。でマラソンランナーっていうのは、1にも2にも筋持久力みたいなとこあるんですよ。どんなにいい動きしたって2時間10分ぐらいの間走り続けるわけなんで、その時間筋力が持たなかったらもうどうしようもないんですよね。どんなにいい動きを作ったってその時間筋力が持たなかったらどうしようもないんですよ。だからマラソンランナーっていうのは重点的にはそっちが多くなっていきます。でまたたくさん走ってると走りがどんどん経済的になっていくっていうのもありますし、ただ中村さんの場合もしくは中距離ランナー全般として筋持久力よりもこのパワーの方が求められてくるんですよね。でそのパワーが求められてくるんで基礎体力作りみたいなのでそもそものパワーを出していくっていうのも一つだし、それから効率のいい走り方を身につけて動いていく、大きなパワーを生み出していく。短距離選手ってすごい動き作りやりますけど、それはなんでかっていうと綺麗な動きを作って大きなパワーを生み出すためですよね。で中距離の選手っていうのはそれのちょうど間ぐらいをやってるので非常に参考になる体の基礎体力作りであったりサーキットトレーニングであったり動き作りであったりいろんなことを解説してくださっています。でこんなコンテンツもあります。で今後を作っていくコンテンツとしては、今のところ藤原新さんと、それから村上弘樹さんという、藤原新さんはマラソン2時間7分48秒で走って、ロンドンオリンピックの男子マラソン代表にもなっている方で、今鈴木でコーチされています。村上弘樹さんっていう人は、実は私が一番世の中で広めたい人は村上弘樹さんなんですよね。村上弘樹さんは高校卒業してすぐケニアに行って、でケニアで現地の人たちのと一緒にトレーニングキャンプに入ってトレーニングして、ハーフマラソン59分48秒という、非公認なんですけど、そのレース自体が非公認だったんですけど、日本最高記録保持者なんですよね。日本記録ではないですけど非公認なので、では日本最高記録保持者です。なんかもコラボしてコンテンツを作れたらいいなというふうに思っています。でそれから有料会員の方は月に何回か
開催するウェビナー、ウェビナーという言葉がわからない人は、オンライン上でやるセミナーのことだと思ってください。Zoom っていうアプリがあるんですが、Zoom っていうのがわからない人は LINE みたいなもんだと思ってください。LINE なんかでビデオチャットするのと同じような感じで、Zoom っていうアプリを使ってビデオ通話をして、それでセミナーをやります。それの参加費も有料会員の方は無料とします。好きなだけ参加してください。で、それで価格はいくらなんですかっていうことなんですが、これも明らかに価格設定ミスってるんですけど、月額2000円で、見放題になっています。嘘でしょって、月額2000円って安すぎませんかって思われると思うんですけど、ちょっと失敗しました。だけど、なかなか上げるのにも理由がいるんで、今のところちょっと上げられずにいるんですけど、月額2000円で見放題になってます。ただその一つお願いしたいのは、人間ってやっぱり月2000円よりも月5000円、月1万円って払ってる方が、なんかコンテンツのありがたみを感じるんですよね。だから従って真剣に勉強してくれる人が多いので、受講生の吸収率も高いんですよ。だけど、その月額2000円に設定してしまったので、それは、しばらく、少なくともしばらくは変えられませんけれども、月に5000円、1万円払ってるのと同じような気持ちで受講してください。これだけは私からのお願いです。で、じゃあこの有料会員登録どこからするんですかっていうことなんですが、これ有料会員登録っていうところをクリックしていただくと、この有料会員登録のページが出てきます。ランナーのための日本一の学び場に入りませんかというのが出てきて、月額2000円で全部見放題ですよと。ウェビナー参加費無料など様々な特典をご用意しています。それから今先着100名様限定で、ウェルビングライオンズの T シャツをプレゼントしてますと。で、こうセレクトっていうところをクリックすると、お支払いのクレジットカードの、クレジットカード番号とか入力するところが出てきて、で、こうメールアドレスを打ち込んで、最後に購入するっていうところをクリックしていただければ、それで OK です。で、解約に関してはいつでも好きな時に解約していただけますよ、というところですね。で、その有料会員登録していただくにあたって、一つお願いというか、ご理解していただきたいのが、この皆さんからいただく受講費っていうのが、この一種研究費になっています。研究費もしくは活動費になっていて、この皆さんからいただく受講費の中で、そうやってコラボするときとかに、しっかりとした謝礼を お支払いしたりとか、あるいは動画編集するときの動画編集費に当てたりとか、あるいはいろいろシステム運用していく上でお金がやっぱかかってくるんですよね。で、あるいはその私自身がいろんな研究をしていく中で研究費っていうものもかかってきます。で、私の場合は、研究者じゃないので、研究者っていうか、研究者なんですけど、その勉強だけしてればいいっていう研究者じゃなくて、私自身がマラソン2時間6分台目指してやってる競技者です。で、当然、皆さんもそうだと思うんですけど、ただの研究者から話聞きたいのか、それもしくは自分が速くなりたいっていう強い気持ちを持って競技やってる人から学びたいのか、当然それは自分の体を使っていろんなことを試して経験持ってる人の方が、同じ研究にするにしたって信用できるし、実際皆さんも別に研究者の話が聞きたいんじゃなくて、いろんな内容で自分を変革したい人だと思うんですよね。だからそうやって考えた時に、やっぱり実践してる人から話を聞きたいですよね。で、私自身もその2時間6分台目指して競技をやっていく中で、いろんなお金っていうのはかかってくるんですけど、だけどそれも含めて研究費なんですよ。私からすれば。で、その皆さんからいただいたお金で、このコンテンツを充実させていったりとか、あるいは運動生理学とかマラソントレーニングにおける大発見ができるように、日々研究っていうものをしていってます。ですので、皆さんもそのマラソンに関する巨大な知識の体系を構築する、そのための研究費だと思って出していただけると、それもまたありがたいなというふうに思います。もしくは、その競技者池上秀幸のスポンサーになるつもりで、スポンサーとしてお金を出していただければ、それもまた非常にありがたいことです。というわけで、私自身もこの有料会員の皆さんにたくさんのメリットを提供できるように精進していくつもりではあるんですが、それができるとしたら、それは皆さんから受講費をいただいているからですよと、本当に皆さんのおかげです。感謝しておりますということは、この場を借りてお伝えさせてください。というわけで、有料会員登録手続きは本当に単純です。もう5分もあれば完了しますし、費用の方もですね、もうびっくりするぐらい低いということで、出してもらうのにそんなこと言っていいのかどうかわからないんですけど、だけどこれだけの内容を月額2000円っていうのは、ちょっと自分でも安すぎるんじゃないかなっていうふうには思っています。ただしその受講するにあたっては、月額1万円、せめて1万円ぐらいは出してるつもりで、勉強していただければなというふうに思っています。
というわけで、また有料会員ページのコンテンツの方でお会いしましょう。今回はご視聴いただきありがとうございました。